仕事の時は結構たくさん持って歩いてるんですけど、この古い超古いケリーニーがバーって入れてます。でこのベルトをちょっと長めに作ってもらって斜め掛けして背中に背負ってます。じゃあ帽子かぶって帽子をかぶって、こんなもちろん味だけ、味はすごい出てます。こんな感じです。長さはこの長さで調節しても作ってもらいました。でまあ忙しい時はまあこんな感じになってます。で最近ポケット大きいダウンとか、いやポケットがいっぱいあるダウンとか、ポケットいっぱいあるジャケット着る時はもうこれだけで OK な感じで、お財布と携帯です。これはパリの携帯、昔の携帯のまんまアップデートしてないです。こんな感じでどこでも行きます。あれにこれでもう何にもバッグいらないって感じです。でもうそのポシェットがお財布になってるんですか。今度お財布と電話が入るので、もうこれ一つでどこでも行けるので、近くのお買い物はもうこれで済ます。これだけです。あとは手ぶらです。どちらで。これはすぐ近くにメルシーっていうセレクトショップがあるんですけど、この間もう忙しくて何にも買い物できず、出発の日に飛び込んでセールで購入しました。で、iPad です。 iPad は飛行機の中、Netflix とかダウンロードして飛行機の中で映画見ないでこっちばっかり見てます。その時に Netflix を見る時に、もう13時間とかのフライトですから、日本のにフランスのを、これはついてます。ケーブルです。でかいです、ね、でかいです。それであと仕事で行った時にないとか言うし、ないとかなんかいろんな人に貸せるように両方持ってます。日本とフランス。飛行機でネットフリックス見るときのためのイヤホンです。これなかなか収まりいいです。あ、もうなんかついてますね。これは iPad で仕事をするときのペンです。あとは日本の鍵。あとはあったらなんとなく助かるクリップ安全ピンセット各位置が入ってます。パンパンです。ポーチそのものはピエールアルディのなんですけど、クリスマスにもらいました。はい。もらい物多いですね。あと友達からプレゼントされた夫の名前が入ったノートです。まあ全ての、まあ、マノートはあんまり使わないんですけど、結構今回パリで使った領収書をここに挟んで確定申告はしてきました。あとは東京の携帯です。こっちに LINE が入ってます。なんかすごい黄色くされてしまいました。友達から縁起がいいそうです。待ち受け金色になってます。あとハンカチ、ビビアン・ウェストウッドです。ご冥福をお祈りします。パスポート。名刺はもう配ってしまって、名刺はもうなくなってしまいましたが、名刺入れです。まあこれに交通系のカードでピッピッってやる時もあります。名刺であるとかこういうのはスマイソン大好きです。イギリスもんですけどスマイソンです。この間買って、空港で買ってお気に入りの、セリーヌのサングラスです。コアモテです。
もうなんだかんだここにぐっちゃぐちゃ入ってます。ヴィトンです。赤ですね。赤多いですね。確かに、シミ取りにもなる、シミ取りにもなり二日酔いにも効くというハイチオールシー系のなんかああいうピルケースです。サンタマリアノベラです。大好きサンタマリアノベラ、ビュリーのここの目が疲れた時に塗るとホッとする、いい匂いがするオイルです。ウカの、爪に栄養を与える、なんかさっぱりした感じのチュッチュッってやるやつです。あの飛行機とかで暇な時にやります、この辺は。これもウカさんで、あのヘアオイル、さっぱりしててアルガンオイルかなんかベースなんですけど、あの髪の毛を洗って一切ブローしないので、これをまあオイルでガッとやって終わりです。あとビュリーの、私のイニシャルが入ったリップクリームです。赤です。ビュリーさんです。ビュリーさんとかですね、全部友人の手作りのシアバターはハンドクリームです。長いね、ごめんなさい。鏡です。あとこれ目から鱗なんですが、パレロワイヤルのハーブ屋さんで、ペパミントオイルなんですけど、ワイルドのペパミントオイルなんですけど、頭痛の時にここに塗ると、頭痛の場所に塗ると頭痛がスッて消えるエッセンシャル、ペパミントのエッセンシャルオイルです。これあとはコロナ以降持ち歩いているあの体温計です。あとはこの間ちょっと胃が痛かったので病院でもらった胃薬と、あとやあのすごい熱が出ても一瞬のうちに、熱が下がってすぐ仕事ができるという、アスペジックアダルト、アスペジック線です。ですよね。そうですか。ウェットティッシュがないね。そうです。メガネです。あのメガネ、あの飛行機で取られてしまったんですが、あのこういうこともあろうかとスペアで、あの持ってきたメガネです。はい。友人のブランドのあのノベルティでタダでもらったフレームに音を入れてきました。ちょっとね楽しい感じで。あとは友人にもらったお守り、中に岩塩みたいのが入ってます。こういう水晶みたいなお塩です。お塩なのかな、水晶かな。水晶っぽいですね。これは熊本の加藤神社っていうとこと、イブルルドさんがコラボで作ったあの馬のお守り、赤い馬のお守りですに、GPS で亡くなった時にいい場所が分かるものをつけてますから、私のカバンを取った人は私が GPS で追跡します。こんな感じです。すごい、もうアリスも持ちすぎじゃないですか。はい、もうすごい入るんですけどね。まあすごい昔に買った、もう買った時すでにヴィンテージだった、あのバッグですね。20年。これはあの飲みの市で買ったので、ストラップだけエルメスに買いに来ました。あ、オーダーしに来ました。こんな感じ、もうボロボロで、ここパーマセルテープとか買ってます。以上です。